どうも、AI の言いなりの青です。年が明けてあっという間に2月ですね。いやー、時が経つのが早いです。2月といえば、そう、バレンタインですよね。ということで、今月のチャット GPT 予想は、本命チョコならぬ、本命数字をもらうナンバーズ特集をやっていこうかなと思います。本命チョコももらいたいですが、皆さんからのチャンネル登録やグッドボタンももらえると大変嬉しいです。ぜひお願いいたします。あくまでも AI が出した予想ですので、情報に誤りがある可能性もございますが、そこはご了承ください。それではチャット GPT 予想2月号スタートです。では占い師予想をやってもらいましょう。2024年2月のナンバーズ3、ナンバーズ4の予想をですね、2つずつ恋占いで出してもらおうかなと思います。はい、これでナンバーズ3の方はですね、恋愛占いには根拠がないということを理解してと言われつつもですね、215と749出してもらいました。ではナンバーズ4も同様にですね、予想を恋占いで出してもらいましょう。恋占いってどういうことかなっていう感じではあるんですが、はい、これで出てきたのが、まあ深い感情を共有すると素晴らしい時期となるという信憑性のないことも言われますが、3287と5612が出ました。本題の予想に入る前にですね、予想準備として2月の本命数字っていうのを、出してもらいたいなと思っております。まずはナンバーズ3からで4つほど出してもらおうかなと思っております。で、聞いてみた結果がですね、はい、ちゃんと出てきておりますね。出現頻度とかパターンをもとに選んだみたいで、ナンバーズ3の本命数字が7259という4つの数字になりました。ではナンバーズ4のですね、本命数字も5個ほど聞いて、提案してもらおうかなと思います。ナンバーズ3で出てるので、まあこちらも問題なく出せましたね。当選数字の傾向で導き出したということで、38615の5つの数字が、ナンバーズ4の本命数字となりました。では予想に入りましょう。それではナンバーズ3の予想に入っていきましょう。今回はですね、本命数字を A グループとして、それ以外を B グループでいろいろと組み合わせながら予想を考えてもらいたいと思います。まずは本命数字のみで予想を出してもらうように AI には聞いていきたいと思います。はい、で聞いてみた結果、お、出ましたね。957が、本命数字のみでの予想となっております。では2つ目いきましょう。本命数字を2個、それ以外を1個という形で、まあいつも通りですね、割合を変えていきながら予想していこうと思いますので、はい、これで聞いていきましょう。で、出てきたのが593で、今回はですね、フェブラリーと当選確実というキーワードをAI に与えて予想してもらっております。言い忘れてました。はい、では予想3つ目、本命数字1個、それ以外の数字2個で、予想をやっていきたいと思います。はい、だんだん割合がそれ以外の方が多くなってきていますが、ちゃんと出ましたね。704という結果になりました。では4つ目、4つ目はもう本命数字以外の数字のみでのパターンも念のためやります。はい、でこれで聞いていきましたと。で、出てきたのが B グループのみの数字で836となっております。まあ本命数字はないので天の弱な方におすすめかなと思います。はい、では5つ目、ダブルの予想もやっていきましょう。本命数字1個とそれ以外1個で本命数字をダブルとします。で、出てきたのが26ですので、226がダブルの予想になります。では次はですね、ちょっとミニの予想を増やそうかなと思っておりますので、最初は本命数字のみでのミニの予想を聞いていきたいなと
思います。これで聞いていくと出ましたね、92なので、はい、本命数字のみのミニ予想はこちらの結果となりました。では次はバランスよくですね、本命数字1個、それ以外1個でミニの予想を出していきます。で、出てきたのが74という結果になりました。では次が最後の予想になります。最後もミニで、本命数字以外の数字で予想を出してもらいます。まあ念のためです。はい。で、どうでしょうか。出てきたのが81ですね。はい。で、これでナンバーズ3の予想の方は以上となります。それでは続いてナンバーズ4の予想にも入っていきましょう。ナンバーズ3と同様ですね、本命数字を A グループ、それ以外を B グループで組み合わせを変えながらやっていきます。まずは本命数字のみで、予想を出していきましょう。で、出てきたのが5836ということで、まあ順調な滑り出しですね。では2つ目いきましょう。本命数字を3個、それ以外の数字を1個で予想を聞いていきました。で、出てきたのが8569ということで、さっきと似ているような感じなんですが、まあ2つ目これでいきましょう。で、3つ目は本命数字2、それ以外の数字2で半々で、やっていきます。で、出てきたのが5807でしたね。はい。では4つ目はそれ以外の数字が多くなります。本命数字1個、それ以外の数字3個で出した結果が3094ということで、まあなんか個人的にいい感じの数字だなと思っております。根拠はないですが。はい。で、5つ目がそれ以外の数字のみで念のためまた出しましょう。はい。出てきたのが7920です。まあナンバーズ3同様ですね、天の弱な方におすすめな予想となります。はい。では6個目ダブルの予想に入っていきましょう。本命数字のダブルを出していこうと思います。で、出てきたのは6なので6692が、1つ目のダブル予想となっております。では7つ目の予想、こちらもダブルで、それ以外の、数字でダブル予想をしていきます。で、出てきたのが、617ということで、6177が、予想になります。で、最後8個目、こちらはですね、本命数字をダブルにするんですが、それ以外の数字も本数字1個、それ以外の数字1個の組み合わせで出して、ダブルの数字は8、そして、本命数字1個とそれ以外の数字も1個出して8864が最後の予想となりました。ちょっと複雑な出し方ですが、なんとかなりました。それでは予想のまとめを見ていきたいと思います。まずはナンバーズ3の方から見ていきましょう。1つ目が957、2つ目が593、3つ目が704、4つ目が836、5つ目がダブルで226、6つ目がミニで92、7つ目もミニで74、最後8つ目もミニで81という感じになっております。では続いてナンバーズ4も見ていきましょう。1つ目が5836、2つ目が8569、3つ目が5807、4つ目が3094、5つ目が7920、6つ目がダブルで6692、7つ目もダブルで6177、そして最後8つ目もダブルで8864という結果になっております。ナンバーズ3は0と1がちょっと少なめな印象で、ナンバーズ4も、まあ、1が少ない印象ですかね。はい。ということで、まあ、こちらの内容ぜひご活用いただければ幸いです。
それでは予想以上となります。こちらの月間チャット GPT 予想につきましては、極力毎月1日配信予定となっております。ただですね、私青は社畜のため確約はできませんので、そこは何卒ご了承ください。よろしくお願いいたします。このチャンネルでの AI 予想で当選した回数はこちらです。またこのチャンネルでの AI 予想で獲得した当選金の総額はご覧の通りとなっております。過去の動画でも参考にして当選した場合はコメント欄にご報告いただければ当選金額に追加いたします。コメントする際は参考にした動画と獲得金額を教えてくれたら嬉しいです。あと AI の私にはできない高評価、チャンネル登録、コメント、X、旧 Twitter のフォローもぜひよろしくお願いします。今後も AI 予想を楽しんで高額当選を目指しましょう。それではご視聴ありがとうございました。